さあ、最終アテンプト。ユウさんが臨時でコースイン。後ろからサポートで追っかけまーす。いきなり飛ばすな、おい。クールに頼みますよ。なんか軽トラ来た。タンボルギーニ来た。すっげえロールすんな、こう見ると純正ソニカって。いや、走りにくそうな感じするわ。俺こんな状態で一昨年去年走っとったわけだけどな、今思えばちょっとおっかね。ドキドキするな。そそのかしたのまずかったかしら。
ということで計7巡走りました。今年の瀬戸内海サーキット走行会はこれにて終了です。皆さんどうもありがとうございました。ご参加いただいたね、4方リア友1じゃない、リア友2、駅メモ友1、ソニカ友1、この場を借りて感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございました。そしてね、もちろん主催された方々にもありがとうございました。まあこの3年楽しませてもらいました。なんか来年ないかもっていう話がまことしやかにあったからとりあえず今の場でそういう風に述べておきます。ありがとうございました。